第二次ポーランド分割は1793年に行われたポーランドリトアニア共和国の分割。1792年、ポーランドオスタニスワフ2世アウグストと改革派がポーランドロシア戦争でロシア帝国パルゴビツァ連盟連合軍に敗れた。これにより1793年のグロドノ政務においてポーランドはロシア帝国と フロイセン王国による国土の一部分割を承認せざるを得なくなった。この分割を受けて、ポーランド人は改革派を中心にコシチュシコの放棄を起こしたが鎮圧され、1795年の第三次ポーランド分割で完全な国家滅亡を迎えることになる。1717 17年の沈黙の政務以降、ポーランドリトアニア共和国は、ロシアの事実上の保護国の地位に転落し、 1772年には、ロシア、プロイセン、ハプスブルク帝国による第一次ポーランド分割を受けた。1790年、ポーランドはロシアからの圧迫を羽ねの決裁機を図るために、ポーランドプロイセン同盟を締結した。プロイセン側は、同盟によって、ポーランドを自らの勢力圏に組み込もうと考えていったのだが、その意図を読み損ない、単にプロイセンを、 自らの後ろ盾として期待したポーランドは、次々と国内改革を進めていった。1791年、革新的な5月3日憲法が採択され、ブルジョアジーに参政権が与えられ、自由拒否権が廃止されるなどして、レプニン政務以降の外国による内政干渉を排除した。しかし周辺国は、こうした改革が、ポーランドの復活と強大化につながると恐れた。 しかもこれらの改革は、ロシアの認可を受けずに進められたので、ポーランドを続国とみなしていたロシア皇帝エカチェリーナ2世の怒りを招き、ポーランドはフランス革命勢力と強い結びつきを持ったジャコビニズムに落ちたと非難された。1792年、ロシアはポーランドリトアニア共和国に侵攻した。百九十二年、ジェレンチェンの戦いで撤退するポーランド軍。 ポーランド・ロシア戦争は5月3日憲法の誤示を求める改革派とロシア帝国及び、それを招き入れたポーランドの主旧派のマグナートたちの連合軍の戦いであった。主旧派はかつて自分たちが享受していた黄金の自由をロシアが復活させてくれると信じていた。プロイセンに見捨てられたポーランド軍は圧倒的劣勢にありながらユゼフ・ポニャトフスキ大公や タデウシコシチュシコラの奮戦により幾度かの勝利を収めたが、突如、ポーランドをスタニスワフ二世やウグストがロシアに降伏したことで、彼らの努力は水の泡となった。スタニスワフ二世やウグストは、ロシアの要求通り、タルゴビツァ連盟に加盟して、改革を放棄した。ロシアにとっては、この戦争は、ポーランドの再分割を狙う領土的野心によるものであり、 もともと、ポーランドを保護国とみなしていたことから、その領土を奪うのに、周辺国への配慮は必要ないと考えていた。しかし、これを、自国の拡大の後期と見たプロイセン王、フリードリ・ヒビル・ヘルム2世が介入し、プロイセンがポーランドとの同盟を破棄して、ロシアを間接的に助けたことをに売り、また、第一次大仏大同盟を結成して、革命フランスと戦う代償として、 プロイセンにもポーランド領の一部を分け与えるよう要求した。プロイセンは同年9月20日にバルミーの戦いで敗北を起死しており、その保証としてポーランドの領土を併合することをロシア側も認めていた。そのためロシアはプロイセンの要求を速やかに受け入れた。プロイセンとポーランドの間で1793年に 結ばれたグロドの条約1793年1月23日、プロイセンはロシアと条約を結び、ポーランドの諸改革を放棄させその領土を分割することで合意した。ロシアはすでに獲得予定地を占領しており、後からポーランド西部に侵攻したプロイセン軍もほとんど抵抗を受けなかった。1793年、ロシア軍の監視下でグロドの政務が開かれた。 これは、ポーランドリトアニア共和国史上最後の政務で、あっただけでなく、議員たちがロシアに買収もしくは脅迫されて、完全に支配されていたことで悪名高い。ロシアとプロイセンは、ポーランド人に政務を開かせ承認を得ることで、分割を法的に正当化したのである。ロシア帝国は25万平方キロメートル、プロイセン王国は5万8000平方キロメートルの領土を獲得した。 ポーランドリトアニア共和国は30万7千平方キロメートルを失い、残る領土は21万5千平方キロメートルとなった。ロシアが獲得した領土は、キエフ県、ブラツワフ県、ポジーラ県、ミンスク県、ビリニス県の一部、ノボグルデク県の一部、ブレストリトフスク県の一部、ボルイーニ県の一部である。これは7月22日にグロドの政務で承認された。 ロシアは、この新領土を、ミンスク県、イジャスラウ県に再編した。イジャスラウ県は1795年に、ポジーラ県とボルイーニ県に分割された。プロイセンが獲得した領土は、グダンスク、トルン、グニエズノ県、ポズナン県、シェラツ県、カリシュ県、プーツク県、ブジェシュクヤフスキ県、イノブロズワフ県、ドブジン地方、クラクフ県の一部、ラバ県の一部、 マゾフシェ県の一部である。これは、グロドノセームで9月23日もしくは25日に、承認された。プロイセン箱の新領土を南プロイセンに再編した。ポーランドリトアニア共和国は、約500万人の人口を失い、残る地域には、約400万人しか残らなかった。もはやポーランドは、傀儡王をいただく干渉国となり、ポーランド軍は縮小され、 ロシア軍が各地に駐留するようになった。第二次分割が起こるとは予想もせずに、ロシアに膝を屈した、パルゴビツ連盟とスタニスワフ二世アウグストの名声は地に落ちた。一方、改革派は、ポーランド国内で強い支持を受けるようになった。1794年3月、改革派のタデウシ・コシチュシコ率いるコシチュシコの放棄が勃発した。 しかしこの反乱は11月に鎮圧され、最終的に1795年に第3次ポーランド分割が実施され、ポーランドリトアニア共和国は地上から姿を消した。ありがとうございます。